はい、それでは2019担当本試験を切るを始めてまいります。行政法規を担当いたします、レクセン認講師の豊川です。どうかよろしくお願いいたします。で、そしてですね、一昨日担当本試験受験なさった全国の受験生の皆様、本当にお疲れ様でした。で、おそらくね、大半の方がね、まあ理論はできたよと、あとは行政法規なんだよと、そんな感じでちょっとねドキドキしながらね、今日来られたんじゃないかなと思います。で、私も一昨日ですね、実際にスタッフから問題を受け取って2時間ぐらいで一気にガーッと解いてみたんですけども、難しかったですね。難しかった。で、3分の1ぐらいはもう一見して、あ、これが答えってすぐ分かるんですよ。ところが残りの3分の2はね、結構苦労しましたね。もう消去法を使ったり、もういろんな推論ね活用したりとかして、なんとかかんとかこう答えを出したって感じだったんですけど、この後具体的にですね、皆さんお手元にねお渡ししてますこのレジュメですね、これに沿ってちょっとねお話をしてまいりたいと思います。ちょっとこちら開けてください。2019担当本試験を切る行政法規ですね。ちょっとこちらのねレジュメのちょっと表開けてみてください。よいしょ。これ行政法規ですね。で、ちょっと大きくしますけども、よいしょ、こちらですね、正解率ですね、ここに各問題ごとの正解率がずらずらと上がってます。これ皆さんからね、レックのオンラインリサーチにねお寄せいただいたデータをもとにね、これ割り出した正解率です。で、あとその右側ですね、向かって右側に難易度が上がってます。これちょっと下ですね、見ていただきますと、これ優しいのが A で、難しいのが C で、中間が B です。中間が B、一応この ABC の3段階でそれぞれの問題の難易度を表示してます。で、 A は一応 70% 以上、正解率が 70% 以上、ね、で、 C は 50% 未満です。 50% 未満で、中間の B が 50% 以上 70% 未満ってことで、ね、今もし私が申し上げたこのね枠ですけども、裏のページにこれ載っけてありますんでね、また後でご覧になっていただければと思います。裏ちょっと開けていただきますと、括弧2の内容面のところにですね、これそれぞれ難易度 A が正解率 70% 以上ですよ、ね、あと難易度 B ですね、こちらが中間です。 50% 以上 70% 未満ですよ。で、あと難易度 C ですね、こちらこれが 50% 未満ですよ。これ上がってますんで、ね、ぜひこれを参考にしながらね、それぞれの問題の、ね、難易度ちょっとね見ていただければよろしいかと思います。で、ちょっと前のページに戻りますけども、この難易度の A、これ今申し上げた通り 70% 以上です。したがって絶対取らなきゃいけない。ね、もう是が非でも取っていただきたい。そういう問題ですね。難易度 A。で、逆に C はこれね、50% 未満ということで、要するに2人に1人も取れなかった問題ですね。従いまして、この C ランクは落としてても合否には影響いたしません。いいですね。で、問題がこのね、いくつか上がってますけど、中間の B です。中間の B、 50% 以上 70% 未満ですね。こちら、これがいわば合否を分ける問題になってまいります。でね、受かる人はしぶとく取るんですよ、この B ランク。で、残念ながら、ね、不合格になる方は結構ね、ポロポロと落とす、そういう問題です。これが B ランクです。いいですね。で、ちょっと続けてですね、今度は裏のページ開けてください。いろいろ具体的なデータで皆さんにね、さらにちょっと突っ込んでお話をしてまいりたいと思います。で、こちらですね、まず括弧1の形式面です。ちょっと大きくしましょう。よいしょ。こちらね、で、組み合わせ問題です。いいろとかいいはとか組み合わせ問題が昨年の22問から今回20問になりました。2問減りました、ね、で、単純整合問題ですね、正しいものはどれか、ね、誤ってものはどれかという単純整合問題が昨年の17問から19問に2問増えました、ね、そして穴埋め問題ですね、穴埋め問題ね、これが昨年同様1問でした、まあ、プラマイゼロということで。で、次なんですよ、組み合わせ問題ですねの場合、これ皆さんご存知の通り、いわゆる消去法が結構使えるでしょ。消去法が使える、足を使って、だから比較的答えを出しやすいんですけども、それが、ね、今回2問減ってるんですよ。
で代わりにあんまり消去法が使えない単純整合問題が2問増えたっていうことで、形式面だけに着目すると去年よりも今年の問題はちょっと解きにくかったかなと、そんな感じですね。で続いて今度括弧2の内容面ご覧ください。さらに踏み込んでね見てまいります。で難易度 A ですね、正解率 70% 以上の問題が昨年18問だったんですけども、今年2問増えて20問です。優しい、 A ランクが2問増えた。で難易度 B ですね、正解率 50% 以上 70% 未満、この中間の問題ですけども、これが昨年の12問から8問に4問も減ってます。で最後難易度 C ですね、正解率 50% 未満、ね、の問題が昨年の10問から12問に2問増えたという具合にね、次なんですよ、ここ中間レベル、ね、難易度 B の問題が4問減って、その4問のうち2問が難易度 A で、残り2問が難易度 C にそれぞれ、ね、まあ、流れたと、ね、その意味では難易度が、まあ、二極化したと、 A と C に大きく二分されたというふうに言えようかと思います。でその結果この行政法規の平均点ですね、平均点、これ昨年は 62.6 でした。もちろんこれはねレックのデータなんですけども 62.6 点だったのに対して、今年もほぼほぼ同じですね、 63.4 点、ね、ちなみにこれね今申し上げましたけど、この平均点はあくまでね5月14日現在のもので、レック独自のいわゆるオンラインリサーチです。オンラインリサーチ、皆さんからねお寄せいただいたねデータをもとに割り出した数値なんですけども、こういう結果でした。で昨年より 0.8 点上がっているだけで、難易度はほぼ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 、まあ、昨年と同じと言えようかと思います、ね、でまた続きます。で次の段落ですけど、また今年の特徴ですね、今年の特徴として不動産特定共同事業法、不得法が出題されませんでしたね。でその分、まあ、穴埋めじゃないんだろうけども、ね、この森林法が出ました。これねちょっと皆さんにとってもね、また私もちょっとびっくりしたんですけども、これが出ました。であと都市計画法で毎年のように出題されてきた開発許可の要否を問う問題が今年出てないんですよ、出てないね。でさらに最近のね、まあ、本当にいわゆる直近ですね、一番ほかほかの改正点、直近の改正点が各法律で出題されました。でこの問題6の足の歯、これは田園住居です、都市計画法で出ました。で次の問題20の足の井、これも田園住居です、田園住居地域、これは建築基準法で出ました。これね、であと問題の、25番ですね、問題の25番なんですけども、これが、宅建業法ですね、宅建業法足の5番です、ね、これいわゆるインスペクションですね、インスペクション、建物状況調査ってことでね、宅建業法勉強された方は、ね、ご存知かと思いますけど、これも出ました。であと、最後ですね、問題28番の足の歩、ね、これ土台法です、土壌汚染対策法、ね、これ指定区域台帳の追加っていうね、これも直近の改正点だったんですよ。ちなみにこれ今回うちの公開模試で私出しました。だから復習していた方はこの問いの28の土台法かなり楽に解けたんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうか、ね、まあ、こんな具合で直近の改正点もかなり出ました。でこの後ですね、さらに続けてこの右のね、実際皆さんがお解きになった本試験問題の方、ちょっとねちょっといくつか気になる問題私の方でピックアップしてちょっと見ていきたいんですけども、まずちょっと11ページ開けてみてください。ここね下にねページが振ってあります。でちょっと11ページですね、ちょっと開けてみてください。はい、よいしょ、こちらですね、問題の13番です、都市再開発法、これ皆さんできましたかね、問題13番。ちなみにね、オンラインリサーチのデータによるとこれは B ランクでした。で正解率が 66% だったんですよ。でもこれはね、正直言うともうちょっと取ってほしかったかな、そういう問題でした。でさっきも申しましたけど、私当日ねスタッフからこの問題もらって一気にガーッと解いたんですけど、実を言うとね、この問いの13番行く前にね、
何番だったかな、これか、問いの11番ですね。この9ページの問題冊子9ページの問いの11番、このあたりからねちょっと問題難しくなってきたんですよ。で、私も解いててね、なんかちょっと今年めんどくさいなって感じ始めて、で問いの11、そして12、まあ、一応解いてね、一応答え出して、で問いの13来た時に、これ意の足見てね、都市再開発法の意の足見て、なんか文字量多いねと、なんかちょっとめんどくさいなと思って、私ね意の足から見ないでね、一番下の足から見たんですよ、この問いの13番で。まず下から2つ目、この2、いろはにの2ね、この足からちょっと目に入ったんで読み始めました。そしたら、何これ丸じゃん、ね、これ組合、ね、市街地再開発組合は権利返還期日前に限り、ね、総会の議決によって解散できる。あ、正しいじゃん、正しいじゃん。でさらにその下の法、これも続けてみたんですよ。そしたらこれもレックの合格基礎テキストにそのまま載ってる基本的な知識で、正しいじゃん、正しいじゃん、そういう知識でした。ちなみにこの本の足、皆さんこれすぐ切れました。これ原則はね、一筆の土地でも例外的にね、二筆以上の土地にできますよって、その例外を聞くね、もう合格基礎テキストにバッチリ上がってる、そういう知識でした。で二と法、正しいねってことで、上上がってみると正しいもの聞いてるねってことで、もうこれすぐに足の5番、私は出たんですけども、ただこれ実際ね、皆さんにお聞きすると、足の2番につけた方結構いらしたんですよ。でちなみにこの足の2番にマークした方が 22.4% もいらっしゃいました。こちら正解者は5番でした、ね、でその次に多くの方がつけた足がこの2番だったんですよ、 22.4%。 でこれ2っていうところは正しいんですよ、2と方、ね、足の5番が正解して2と方なんで、足の2番も2を含んでる点はいいんだけど、これ意をつけたのがちょっと問題で、これ意なんだけども、これね3行4行ぐらいまで読んで、あ、これ丸ってふうに飛びついた方は間違えたと思う、ね、これ価格の算定、ね、組合設立の認可の広告の日から30日経過した日って、あの例のね、もう典型的な知識、これに飛びついた方はね間違えちゃったのかな、ね、あるいはちゃんと最後まで読んだよ、ね、だけどこれ最後でひっくり返るんですよ、3行目4行目の終わり、これはここね、これは施工地区内の土地または、物件に関し権利を有する者および参加組合員のすべての同意を得た場合も同様であるということで、これ違うんですよ、すべてのね、これあの権利者等のね同意を得た場合については例外的に上の規定が適用されない、そういう督促を聞く細かい知識問題でした。でもさっき言ったようにね、この意なんか見なくても下の二と法、これで十分答えは出るんですよ。で、こっから一つ何が言えるかというと、ね、この二と法みたいな合格基礎テキストにバッチリ上がっている典型的な知識、ね、これを目にしたときは絶対にこの足を動かさないってことですね。動かさない。他の足に目移りして、ね、この絶対に間違えちゃいけない。この足を動かしちゃうと間違えてしまう。だから、もう2と法、これ絶対正しくて、この2つの組み合わせの足の5番が正解し、ね、そういうふうに自信持ってマークした方は、ね、あのよかったと思いますけど、ね、ちょっと意の足の方にちょっと目移りして、あれどうかなって悩んじゃった方はね、ちょっとその辺解き方ですね、解き方もう一回ちょっと確認していただきたいなと思いました。であと続けて今度問題冊子13ページの方をご覧ください。こちら問いの15番です。問いの15番景観法をご覧ください。これもねオンラインリサーチのデータによると、これ C ランクでした。で正解率が 33% ってことで、私びっくりしたんですよ、びっくりした。でこれね、誤ってるものはどれかっていう単純整合問題なんですけども、これ足の1番ですね、これが誤りで正解しになります。ただこの足の1番についてはね、これ一応景観法の景観協定の知識って形で聞いてるんですけど、この知識自体は細かいです、細かい。だけど皆さんこれと同じような知識他の法律で見かけませんでした？レックから出している足別行政法規の都市緑地法の問題に同じような
この協定の知識聞いてる問題が上がってるんですよ。向こうもやっぱり協定です、緑地協定で。この借地権者ですね、借地権者がいる場合は所有権者の合意はいらないよっていうやつなんですよ。それを勉強していた方はその知識、緑地協定の知識をこちらの景観協定の方に転用できたと思います。それで十分答えを出すことができた、ね、でこれはぜひ皆さんが次の論文の民法に取り組むときに、ね、意識してほしいんですよ。こういう似たような規定を他の事項に使う、ね、こういうのは法解釈で必ず必要になってきますんで、ね、まあ、今回行政法規っていうことであるんですけども、ぜひねその芦別行政法規に載せている緑地協定の、緑地協定ですね、緑地法の、都市緑地法の緑地協定の知識、これをこちらの景観協定に転用していただければ、ね、十分答え出せたかな。だから私も実際、ね、あれ一気にガーッと答え出すときにね、足の一番しか見ませんでした。足の一番見て、あ、これが誤りで正解したな、ね、あの緑地協定と同じだな、ね、ぜひちょっとこの辺もね、ちょっと今回間違えちゃったって方、ね、ちょっと解き方をね、ちょっと確認してみてください。いいですかね。であとね、ちょっと続けますよ。今度下、同じこの13ページの問題16、ここから建築基準法に入ってきます。でこれもね、オンラインリサーチのデータではこれ B ランクで正解率が 55% でした。私これもちょっとびっくりしたんですよ。ちなみにこれもね、誤っているものどれかという単純整合問題で、ね、正解詞が足の3番でした。でこれつい先日ね、ある受講生さんと話をした時にね、先生これ3番これ×じゃなくて丸じゃないですか、ね、そういうふうに言われたんですよ、ね、その方がおっしゃるには、この足の3番、石綿、アスベストです、非常に危険だから例外なんか一切ないはずですよ、そうおっしゃった。でも私がやっぱりね、一気に2時間でガーッと解いた時にね、確かに私も足の3番悩んだんですよ。でも1,2,4,5 の足を見ると全部丸なんですよ。でちなみにこの 1,2,4,5 は全部基本的知識です。やっぱりここも動かしちゃいけないんですよ。動かしちゃいけない。で私はね、あの一昨日の本試験終わった後のね、あの行政法規の検討会の時にやっぱりこれ足の3番というふうにね、皆さんの前であの答えを読み上げたと思うんですけど、ね、これ消去法で出しました。で実際まあ昨日ね、国交省の、あの正解の発表があって、まあ、足の3番が正解しということだったんで、やっぱりね、あの基本的な知識、ね、聞いてる足は動かさないと、これが非常にやっぱ大事ですね。であとちょっともう一問だけいきましょうかね。続いて今度19ページですね、19ページちょっと開けてください。今度問いの26番、問題26番です。バリアフリー新法ですね。これもちょっと触れておきたいと思います。でこれがね、私の一番の驚きだったんですよ。非常に正解率が低かった。でこれ C ランクでオンラインリサーチのデータでは 15%、何これと。これ5択だから単純計算で言っても 20% 当たるはずでしょ。何をどうやったらこれ下回るのって私ちょっとびっくりしたんですけど、これね、ちなみに正解詞は足の3番ですね、足の3番ロート2ということで、こちら皆さんできましたかね。でね、これ結構勉強されてる方でもね、結構間違えてましたね。ちょっと今足からいきます。で決して細かい知識使いません。私もね、本当にあの2時間でガーッと解いたんでね、そんなね裏取ってる時間なんかなかったんで、どういうふうに解いたかちょっとそれだけねお話ししますとね、いいの足いきますよ。建築主等は、床面積の合計が1700平方メートルの病院について増築、出ましたね。これ近年過去問で繰り返し聞いてきた、ね、で病院というのは特別特定建築物で増築、増築の場合は増築後の面積を見るんじゃなくて、増築にかかる部分の床面積、すなわちプラスアルファの面積を見るんだった。するとこの「い」の足ですけども2行目、ね、
500平方メートル、500平米ってことで、2000平米以上ではない。すると、最後、この円滑化基準に適合させなければならないという法的義務の表現は誤りということですね。ですからもう、意の足はこれ、バッテンと、私も大きくこれつけたんですよ、問題差し。そうすると、これね、正しいものの組み合わせを聞いてるから、意を含んでいる1と2がピッピッと消える。そうでしょ？で、次に今度、ローを見ました。で、これも難しいこと考えないんですよ。これ工場見てね、これ特定建築物かなどうかなとか悩まない。で、とにかく面積を見てほしいんですよ。で、ローの足見ると面積上がってません。で、末尾の表現見てください。円滑化基準にこれ適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないといういわゆる努力目標、努力義務の表現になってる。あ、2000平米以上って載ってないな。ね、とにかく法的義務の表現になるのは2000平米以上だけでした、ね、ところが問題文には2000平米以上という数字が上がってないから、この末尾の努力義務を示す表現は正しいのかなってことで、私はこれ丸にしました。で、改めて下の組み合わせを見ると、ローを含んでるのが足の3番しかないんですよ。で、一応保険でこのローの中に含まれている2の足、これも見ました。で、ちょっと上も取って、で、ここも、ね、ちょっと悩むんですよ。建築主等は床面積の合計が1800平方メートルの共同住宅を旅館に用途変更。これ用途変更を聞いてます。でもこれもレックから出している合格基礎的にバッチリ上がってます。新築の場合と全く同じです、これ。だから2000平米以上であれば、ね、この円滑化基準に適合させなければいけないんだけども、これ見てください、数値を。1800平方メートルってことで2000平米以上じゃない。だから円滑化基準に適合させる必要はないってことで、2の足も正しいということですね。したがってこの足の3番、これが正しいだろうというふうに解きました、ね、一応まあ問題これぐらいにしておきます。いかがですかね。ちょっとね、皆さんの中でもね、ちょっと解き方で随分ね悩んじゃった、あるいはちょっとね振り回されてしまったって方もね少なくないんじゃないかなと思います。で、最後ですね、ちょっとこちらご覧ください。もう一回レジュメのね、ちょっと最初の方戻りください。よいしょ。こちらですね。この行政法規、本年度試験傾向のところですね。一番下ご覧ください。総括です。括弧3の総括をご覧ください。こちらね。で、平均点が昨年とほとんど同じということで、昨年同様、行政法規についてはね、一応私の方で、ね、62.5点、問題数に置き換えるとまあ25問、ね、これがまあ一応合格ラインじゃないかなと、ね、これ昨年と同じなんですよ。そういうふうに考えました。で、注意してほしいのがね、過去問以外、すなわちいわゆる初見の知識問題からの出題は確かに増えてるんですよ。増えてはいるけども、その一方で難易度 A と B の問題、これ合計で28問もあるんですよ。後で上数えてみてくださいこれね、の大半が過去問の実は焼き直しなんですよ。だから AB ができれば28問得点できちゃうんですよ、ね、でしかもその大半が過去問の焼き直しなんですよ。これしたがって従来の過去問中心の勉強方法の重要性に変わりありません。これはっきり申し上げます。過去問から離れたらダメなんですよ。やっぱりベースは過去問です。で、その上で、次です。初見の知識問題に対しては、ね、レックの担当実践等等のね、問題演習を通じて、とにかくトレーニングを積むことです。勘を磨く、ね、あるいは消去法になれるとか、そういう解き方等ですね。これは問題演習を積む意がありませんから、ね。ですから、ベースは、ね、過去問の知識なんですけども、ね、それだけじゃなくていわゆる問題演習、アウトプットです。アウトプットの、ね、トレーニングもやっていかれれば十分今年の本試験問題も対応できますので心配はいりませんと、ね、これが一応私の方の結論になります。いかがでしょう、ね、まあ、ちょっと皆さんね、ちょっと神妙な顔されてますけども、実を言うと本当にこれ今客観的なデータに基づいて今全部ご説明しました。私の主観あんまり入れてません、
ね、ぜひちょっとねもう一回この辺のデータをご覧になって、ね、ちょっといまいちだったなって方ですね、ぜひちょっとその辺ねもう一回検討なさってみてください。で、来年初めて受けるって方ですね、来年初めて受けるって方もぜひ今回私がねお話をした内容を踏まえてしっかりとね来年の本試験に向けて準備していってください。じゃあ以上で終わります。はい、鑑定理論担当しますレクセミコースの川原です。では手元今度は鑑定理論のレジュメの方を準備してください。はい、ではレジュメですね、ページめくっていただいて、で回答一覧の次のページですね、本年度の傾向が書かれているページのところですね、まあ、2ページ目というんですね、そちらをちょっと開いてください。はい、よろしいでしょうか。では3行目括弧1、難易度から見ていきます。正解率 70% 以上の、まあ、確実に取ってもらえて A ランクの問題が、まあ、30問、正解率 50% 以上 70% 未満の B ランクの問題が4問で、正解率 50% 未満の、まあ、合否に影響しない C ランクの問題が6問という内訳になっていました。昨年度と比較すると、まあ、ざっくりとした傾向としましては、4行目ですかね、B ランクの問題が減少し A ランクの問題が増加しているですね、そういった傾向が認められます。なので、まあ、全体としての難易度は、優しくなっているというんですかね、まあ、そういった傾向が認められました。で続いて今度は形式面見ていきます。はい、下括弧に見てください。形式面、形式面としましてはそうですね、特に大きな変更はないんですけど、3行目4行目あたりですかね、近年の傾向として、まあ、消去法で得点しやすい組み合わせ問題の増加、そういった傾向が認められます。ここ4年間ですね、少しずつなんですけど、組み合わせの割合が増えてきています。形式面としても、難易度は、ね、優しくなっている、そういった傾向が認められます。で続いて括弧3、分野ですね、出題分野、1行目から、各論第一章の出題数がやや減少していますが、昨年度に引き続き全範囲からまんべんなく出題されています。出ない章はないです。すべての章からですね、まんべんなく出されています。ただある程度、ね、問数が多いところがありまして、続きの部署なお書き、総論第5章第7章あと各論第1章第3章この4分野だけで、まあ、全体の6割近くの問数が出されています。まあね、ボリュームも大きいというのもあるんですけど、まあ、担当論文通じて総論第5章7章各論1章各論3章というのはやっぱりですね、重要性の高い章ということになってきます。で続いてその他の傾向としましては、括弧4、その他の傾向としては各論第1章第2章において鑑定評価額の求め方、まあ、重み付けの問題が多く出題されたこと、またここ数年は難易度の高い問題が出題されていた各論第3章、まあ、証券化対象動作の鑑定評価の問題が比較的得点しやすかったことが特徴として挙げられます。そうですね、数年前本試験問題の見直しがなされまして、実務的な問題を、出せないようになってきています。でその反動じゃないんですけど、やっぱ重み付けですよね、標準としてとか関連付けでとか比較考慮して、こういった文言を変えるだけで簡単に、ね、間違いなし作ることができますので、この重み付けは今後も、担当問題としては出されやすい分野、当然論文に行ってもこれ当たり前のように書けなきゃいけないんですけど、まあ、担当論文を通じて重み付け重要になってきているということとともに、各論第3章ですよね、今年5問ほど出されたんですけど、去年一昨年までは結構実務的な問題っていうんですかね、内容的に難しい問題だったんですけど、まあ、36問はちょっと難しかったんですけど、それ以外の4問はまあ A ランクですかね、取りやすい問題だったと思いますので、ぜひですね、得点源にしてほしかったということになっています。あと傾向としましては、括弧4の直書き、計算問題については DC 法の問題、まあ、最後の問題ですね、は公開模試でほぼ同様の問題を出題しましたので、ぜひ得点してほしかったということになってきます。最後の公開模試、確か38とかですかね、まあほぼ似たような、DC 法の問題、多分レクの問題の方が難しかったと思います。なので計算問題のポイントはここまで、時間を確保してたどり着けたかどうかですね。 DC 法は手間がかかりました。からそのある程度の時間を確保してこの問題39、40計算問題までたどり着けたかどうか、そうすれば DC 法の問題もなんとか取っていただけたんじゃないかなと思っております。
でまとめていきますと最後の7ですね。以上により、本年度の担当本試験は、表現が曖昧なやや疑義のある問題や大把握の難しい足が含まれた問題が少なからずありましたが、消去法で正解を導き出せる A ランクの問題が多かったことから、過去問を繰り返し解き、答練や模試で指定されやすいポイントをしっかり押さえていた受講生受験生ならば十分に対応できたものと考えられます。で結論としましては最終2行、そのため鑑定理論の合格ラインとしましては昨年度とほぼ同様で7割5分程度が鑑定理論としての一応合格ラインと考えています。問数でいうと30問ということですね。40問中30問、7割5分程度が鑑定理論としての一応合格ラインということになってきます。では、ある程度ポイントになる問題中心に解説をしていきます。ではたまにはちょっと後ろからやっていきましょうね。では計算問題、では30ページ問題39開いてください。はい、30ページ問題39開いてください。底値の収益価格の計算問題ですね。底値の収益価格の計算問題は平成20年度の本試験でも出されています。なのでその過去問ベースにして計算対策を行っていればなんとか解くことができたのがこの問題39ということになってきます。で、そうですね、ポイント、底値の価格、底値の収益価格構成する経済的利益が3つあります。底値価格を構成する経済的利益が3つというのは地代収入、あとは期間の満了等々による復帰価格、さらには将来見込まれる一時金ですね。この3つを考えるということです。では底値の収益価格もこの3つ、ただこの3つはすべて将来の経済的利益なので、いずれも現在価値にしたものをですね合計することによって底値の収益価格求めていく必要がある。ただ本問は問題文3行目直書き、借地権が消滅し完全所有権に復帰する可能性はないんだってことですよね。ついている借地権は普通の借地権で自動更新ってことですね。基本的にはつまりはさっきの2番目復帰価格というのはこの問題においては計算する必要がないということ、つまりは3つのうち1番目と3番目、地代収入等々にもつく純収益の現在価値の総和と、あともう一つ将来見込まれる一時金の現在価値、この2つを計算して合計していくことがこの問題39の計算問題ということになってきます。でこの1番目、地代収入にもつく純収益の現在価値総和ですよね。本件は借地権が消滅しない地代収入が永続的と考えられますので、これ永久還元法、つまりは純収益を底値の還元利回りで割り算還元することによって、これ将来純収益の現在価値等は求めておく必要があります。で純収益はといいますと前提条件の1、まず1ですね、年額の、実際の地代ですよね、総収益です。それが、500万ということですね。でそこから控除すべきものが土地についての諸経費は、控訴効果ですね、丸3 200万ですね。で500万から200万引きますと純収益は、単純ですよね、300万です。でそれを丸4、底値の還元利回り 4% で還元割り算しますと、これは、7500万ですかね、7500万、まず丸1です。丸1求めることができます。7500万ですね、300万 4% の還元割り算すると7500万ということです。で続いて、将来の一時金ですね。丸2のところに一時金が示されていて、2番目将来見込まれる2年後の更新料が1000万円と示されてますよね。1000万円、ただこれは2年後の1000万円、2年後の1000万円なので価格時点における収益価格を求めるためには2年後の一時金は価格時点現在価値に割引必要があります。割引際に使うべき率は一番下複利原価率です。つまり2年後の更新料を現在価値に割引ときにはこの2年に対応したこの 0.92 の複利原価率を掛け算することによって現在価値にしていく必要があります。つまり、この1000万円に、かける 0.92 しますと現在価値が、920万ということですよね。920万、であとは7500万円と920万を合計すれば正解はこれ2番ということですね。2番が正解ということです。で多分間違いやすいのが一時金のもう一方、すでに授受している契約締結時に授受されているこの権利金ありますよね、1億円。これは
契約、売買契約などって飼い主に承継されないものです。飼い主の下で認められる経済的利益とは言いませんので、この一時金は底地の収益価格を求める場合には考慮しないということね。貸し屋敷にも同じ議論がありますよね。売買にあたって承継されるものを含めない、同じ議論です。なのでこの一時金は、この権利金については計算せずに処理をしていくね、そういった問題だったということになってきます。頑張ってね、なんとか過去問をねしっかりとやっていたならば、なんとか解けた問題が問題39ということになってきます。では戻って24ページ問題32見ていきましょう。はい、24ページ問題32見てください。はい、24ページ問題32、新規陳情の鑑定評価に関する、組み合わせ問題、誤っているものの組み合わせ選ぶもの、これ正解ですが 61% ですよね。いわゆる B ランク合否を分ける問題ということになってきます。ただもっと正解率が高くてもおかしくない、ぜひ取ってほしかった問題、この問題はズバリ1点、このロの足さえ分かれば正解を導き出すことができる、そういった問題でした。ロの足、重み付けです。宅地の正常賃料の鑑定評価額は最終業収益賃料を関連付けてとなってますよね。これ大丈夫ですかね。収益賃料、企業収益を分析して求めていくものです。分析は困難を伴うのでワンランク下がって比較考慮ということです。これね、講義でもしっかりと説明しています。なのでこれね、もう基準の文言通りも含めてこれ明らかに誤りと判断できます。ってことは見てみると、これ誤りのものを選ぶで、誤りのロが含まれている選択肢はもう1番しかありません。なのでロの足さえしっかりと判断できればもうこれで1番が正解と導き出すデータ、決して 61% こんなに低い正解率になるような問題だね、ぜひ取ってほしかった問題32ということになってきます。では続いて22ページ問題30見てください。はい、貸屋敷の問題ですね、正しいものを選ぶ組み合わせ問題、正解率は、これ 75% ですね。まあ、A ランクであるんですけど、やっぱり合否を分けるような問題だと思います。でまずは確実に判断してほしかったのが、歯の足見てください。歯の足、貸屋敷の価格は常に地建ての価格を下回るとなっていますよね。これ貸屋敷の価格と地建ての価格の代償関係ですね、典型論点です。確かに貸屋敷借家につきという制約があるので原則は地建て価格に下回ります。ただ例外的に抜群の賃貸経営管理を行っている場合には地建て価格を上回ることがあります。なのにこの歯の足は常に地建て価格を下回るって言い切ってますよね。明らかに誤りです。でこの問題30は正しいものを選ぶので、この歯が含まれている選択肢は選んじゃいけないということですね。で選択肢見てみると歯が含まれているものは×なので選んじゃいけないので 1,3,5 というのが正解じゃないと判断できますよね。ということは残り2と4です。2、2歩、4、ロ、2歩、つまり2と歩は正しいと判断できるので、イとロいずれが正しいのかを判断していくということですね。でイの足見ていただいて、イの足、貸屋敷の鑑定評価がこの後正常賃料に基づく純収益の現在価値の総和を求めることで得た収益価格を標準、貸屋敷は地建てと違って実際に借家人がいる、実際に貸してるってことですね。なので収益価格はもう基準の文言通りです。実際実質賃料に基づいて収益価格を求める必要があります。地建ての場合には賃貸を想定して、まあ、主に賃貸事例比較を適用して求めた、まあ、正常賃料です。正常実質賃料で収益価格を求めていくんですけど、貸屋敷は実際に貸していますので原則は実際実質賃料ベースで収益価格を求めていく。なのに文言が正常賃料となってますので誤ると判断できる。じゃあ常に実際実質賃料かというと、それはあくまで原則論であって、ロの足見てください。貸屋及びその式の複合不動産としての最優公正の観点から建物修繕模様替え等が客観的に妥当であり、かつこれに伴う賃料値上げが可能であると認められる場合には、この修繕模様替え等に伴う増収及びこれに必要される費用を考慮して収益額求める、そ
その通りです。絶対に実際実施に向かってそうじゃなくて、修繕等々が最優先賞と判断される場合にはそれを踏まえて修繕等々によってアップする賃料かかる費用ですね、これらを考慮して収益確保求めます。ただこれ平成29年度の本試験でもうそのまま出てます。平成29年度の過去問でほぼそのままの表現出されてます。なのでしっかりと過去問やっていればどの足はああ出たことある覚えてる正しいと判断できるはずなんです。なので正しいものはローニー法という形で4番が正解と、ね、導き出すことができた、ぜひ取ってほしかった問題30ということになってきます。では19ページ問題26見てください。はい、問題26、総論第9章ですね。鑑定評価報告書の記載に関する 単純整合ですね。誤っているものはどれか。これ正解率は 56% ですよね。いわゆる合否を分ける B ランク。ただこれもこんなに低くなるような問題ではないんですよね。確かに例えば2番とかを誤りとね選んだ人多いと思うんです。確かにちょっと読んでみると誤りっぽい感じもあるんですよね。ただもう絶対に誤ると判断できる足があります。4番見てください。4番、想定上の条件を設定した場合の記載なんですけど、最終2行、想定上の条件が設定されていない場合の価格等の参考事項も必ず記載しなければならないとなっていますよね。基準の文言ってどうなっていたか覚えてますかね。で、講義中にちゃんとマーカーさせてますよ。必要があると認められるときはってことです。で、ここが必ずとなった場合には誤りなさのでしっかりと押さえておいてくださいって講義で指摘しています。これも絶対にこれが誤りと判断してほしいんですね。まあ、必ずって表現もよく誤りなしと使われますよね。それも含めて確かに他の足はちょっとね怪しいのがあります。ただ先ほどの行政奉行もありましたが、そういった足に惑わされることなくしっかりと身につけた確実な知識に自信を持っていただいて4番を正解と、ね、誤りなしと判断してほしかったということになってきます。もっと正解率が高くてもいい問題が問題26ということになってきます。で、続いてでは15ページ問題20見てください。はい、問題20、収益還元法に関する、組み合わせ問題ですね。正しいものを選ぶ問題、これ正解率は 53% ですね。やっぱり正解率低いですよね。まあ、B ランクなんですけど、まあ、確かに難しいです。難しいんですけど、でもやっぱりヒントはあります。もう少し正解率上げれたと思います。まずは確実に、ね、チェックいただきたいのは、ではロの足見てください。ロの足、土地残余法は不動産が更地である場合において当該土地に最優先賞の賃貸建物等の減築を想定して土地の収益確保を求める賞であり、この後不動産が敷地と建物等との結合によって構成されている場合には適用することができない。土地残余法が適用される類型というのは更地、建て付け地、借地権ですよね。建物ありき、建物所有目的、これ複合不動産であることが通常です。なのでこれ不動産が敷地と建物等との結合によって構成されている場合は適用することができない。そんなことはないですよね。これ誤りと判断することができます。で、そうなってくるとこれ正しいものを選ぶ問題です。だからロが含まれている足は不正解ということで、ね、ロの足を除去していきますと1,2,4 というのがロが含まれてますので、これ正解ではないと判断することができます。となってくると残りは3と5、イハニか5番ハニホ、つまりハとニは正しい、つまりイとホのどちらが正しいかをチェックしていく必要があるということです。で、確かにイの足は建物残余法の問題です。まあ、穴になりがちなところですね。メインは土地残余法ですので、イの足はちょっと穴になりがち。一方でホの足見てください。確かに難しいんですが、ホの足DC 法の適用において最終還元利回りは保有期間満了時点における復帰価格を現在価値に割り戻す際に使用される率なんだってなっています。これ大丈夫ですかね。これ計算問題でもこの使い分けがね試されていたんですけど、例えば保有期間が5年ならば
復帰価格というのは5年後の対象不動産の価格として求めていくものです。5年後売却することによって投資をしたお金が復帰する価格ですよね。で、基本的には5年後を価格時点として直接還元法を適用していきます。具体的には N プラス1期、つまり 5+1、 6年目の純収益をここで最終還元利回りで還元割り算することによって5年後の復帰価格、売却価格を求めていきます。つまり最終還元利回りというのは復帰価格を求めるという最終段階で使っていく還元利回りのことです。で、求めた5年後の復帰価格を現在価値に割引くときに使うべき率は、割引くときに使うべき率は、これ割引率です。5年に対応した割引率に基づく複利原価率で現在価値にしていく、つまり現在価値に割引くときに使うのは割引率です。あくまで最終還元利回りというのは5年後の復帰価格を求めるときに使うべき率です。なのにもう一度小野氏は保有期間満了時における復帰価格を現在価値に割り戻す際に使用される率になってますよね。これやっぱね、論文に行っても結構この辺はね、間違える人多いんです。つまり復帰価格というのをもう現在価値の価格と勘違いする人がいるんですね。復帰価格というのはあくまで保有期間5年ならば5年後の、ね、売却価格です。復帰したもの、ね、戻ってくる価格、これも現在価値にする人がその時に使うべき率はもう割引率です。割引率です。なのでこのほの足誤りですよね。ってことは、正しいものはイーハーニで3番が正解と判断してほしかった。やっぱこれが計算問題でも、復帰価格を求めるときに使うべき率は何で、でそれぞれの時期に応じた現在価値に、ね、するときに使うべき率はそれぞれの時期に応じた複利原価率という形で試されていたということになってきます。では最後問題、14ページ問題17見てください。はい、隣のページですね。14ページ問題17、鑑定評価の方式、まあ、手法に関する、単純整合問題ですね。誤っているのはどれか。これ正解率が、39% でした。レックのデータリサーチで、これ一番正解率が低い問題でした。なので、まあ、基本的には間違いでも合否に影響はないんですけど、ただ頑張ってレック受講生ならば、これ模試とか当連で出していましたので、なんとか正解を導き出してほしかったんですね。確かに4、これ何言ってるかわからないですよね。だからいかにもなんか誤りっぽいですよね。これ誤りを選ぶってものなので、4番を誤りと、ね、判断した人多いと思います。そのこと自体は問題ないです。ポイントは3ってことですよね。3です。3見てください。証券化対象不動産の鑑定評価で収益価格を求める場合は、収益用項目のうち維持管理費は建物設備管理保安警備清掃、この後対象不動産の管理業務等にかかる経費が含まれてなっています。これどんな知識が試されているかって分かりますかね。7章の維持管理費と各論第3章の維持管理費は内訳が、内容が異なるんだということを聞いています。これやりましたよ。当連でも講義でも模試とかでも出してますよ。7章の維持管理費というのは広い意味での維持管理費です。なので各論第3章でいうところの狭い意味での維持管理費だったり、あとは修繕費だったり、あとは PM 費だったり、テナント募集費を、これらを全て含んだ広い意味での概念が7章の維持管理費です。一方、各論第3章の維持管理費というのは、各論第3章、証券化対象不動産の場面というのは、投資家に対してしっかりと説明をしていく場面です。高い説明性が求められるので、収益費用項目についても、なるべく細かく項目を分けて投資家に示すべき。つまり、ざっくりとして7章の維持管理費を、各論第3章においては、狭い意味での協議の維持管理費にまず絞って、でその他の費用については別項目を立てて費用計上していく。つまり修繕費、 PM 費で、テナント募集費用で、 PM 費の定義、どんな定義ですかね。 PM 費の定義はまさに最後、対象不動産の管理業務にかかる経費、これ PM 費の定義そのものです。つまり7章の維持管理費には含まれているこの PM 費、各論第3章の維持管理費は狭い意味の維持管理費ですので、この PM 費は別ですよね。この対象動産の管理業務等にかかる経費は、これ PM 費として計上していくってことです。
これ出してますよ担当とかね、当連とかもしでもなのでその知識をね覚えていれば確かに4はなんか誤りっぽいんだけどそこに気づけて3番を誤りと判断してほしかったということになってきます。決してここまで低いですね正解率になるような、ね、そういった問題ではなかったんだということになってきます。では踏まえて、行政法規鑑定論合わせた総合としての合格ラインということですね。先ほど豊川先生も言いましたがレックは毎年です、ね、データリサーチを行っています。皆さんが本試験で、ね、マーカーしたものをです、ね登録してもらう。でこのデータリサーチに参加している人たちというのは基本的にはある程度自信のある受講生が、ね、多くの割合を占めています。なのでこのデータリサーチの経験点が、毎年合格ラインになっています。もうデータは裏切らないです。もう10年以上やってますが本当にこのデータリサーチの平均点がほぼ合格ラインになっています。で今日時点でデータリサーチの平均点が何点かというと 141.7 点で大体そのすぐ下あたりが合格ラインなのでつまり合格ラインは140点です。7割ぴったりということですね。まあ願書にはおおむね7割となってますので以上ね、まあ、願書通りつまり問数でいうと、56問ですね。80問中56問一応140点が合格ラインということになってきます。では踏まえてですよね次はもう論文式試験です。で、今年担当論文担当のみならず論文の勉強もね講座等々とってしっかりとやってきたって方はもう残りですね今年の論文本試験まで2ヶ月ちょっとしかありません。もう直ちにもう論文の勉強を始めるってことですね。まあ、当連等々出してないものあると思いますんでしっかりとそういったね追いついていただいてあとレックですと試験対策講座とかそういったオプション的な講座もありますんで、まあ、そういったものを活用していただいてもう淡々と今年の論文に向けて勉強していただくってこと。一方で今年はもう担当に特化していました。で、論文についてはこれからこうねコースを持ち込んで来年に向けて論文の勉強を始めるってことですね。で合格点が140点ないなので皆さん145点以上取れてる場合にはさすがに大丈夫だと思います。なので145点以上の方はもう直ちに来年の論文に向けてコースを受講して申し込んでもう論文の勉強を淡々と始めてください。来年の本試験までも残り1年2ヶ月しかないです。あっという間に来年の論文の本試験来ますのでもう淡々と、ね、直ちに論文のコースを申し込んでいただいて勉強を始めてください。145点以上ならば大丈夫だと思います。一方でボーダー前後の方ですよね、コース申し込めないですね。発表6月26日までは申し込めないと思います。そういった方はぜひレックのホームページに担当受験生応援ページというのがありましてそこに2大特典というのがありましてそのうちの1つ論文向けの鑑定理論の、まあ、知識を、ね、インプットしていく、鑑定理論論文ブリッジ講座全4回の私が収録した講座なんですけど、まあ、担当の知識を論文の知識にブリッジ橋渡しをしていくようなそういった全4回の講座なんですがこれ登録していただくと無料で見れるようになりますのでぜひ鑑定理論はもうポイントはもうやっぱ暗記です。特に論文対策は理解を、ね、伴った暗記を、ね、できる限り早く進めていくのが重要ですの でこのブリッジ講座の中で暗記の仕方とか位置づけを、ね、しっかりと話してますのでこうざっと見ていただいて発表まではできる限り暗記を進めていただくということで、ね、これが論文対策になっていきます。あとは残念ながら点数が芳しくなかった方ですよね、ぜひですね来年に向けて勉強を始めていただきたいんですがただ今からですと来年もう一度担当だけにしてしまうのはもったいないので来年はもう担当論文を一気に合格することを目指すべきです。なので論文のコースに、担当をもう一度受ける人向けの担当再チャレンジ安心パックというのがありますので、まあ、そういったものをつけていただいてですねぜひ来年に向けてもう気持ちを切り替えていただいて勉強を進めていただきたいということになってきます。はい、でとにかくねもう本試験お疲れ様です。本当大変ですよね。結構暑かったと思うので一日ね集中するの大変だと思います。ただもう今日限りに担当のことはもう忘れていただいて気持ちを切り替えていただいてもう次の論文に向けてですね淡々とですね学習を進めていただきたいということになってきます。はい、以上をもちまして2019担当本試験を切るガイダンスを終了させていただきます。ありがとうございました。